どうも、ハイチーです。皆さん、ネット依存っていう言葉聞いたことありますでしょうか？最近の新聞で、中高生ネット依存7人に1人っていう結構大きな見出しが出たんですよ。で、今それちょっと手元にも置いてあって今見てるんですけど。で、まあ、中高生の93万人がネット依存の疑いがあるっても言われてるらしくって。で、実際どうです？みんなネット依存って自分がネット依存かなって考えた時に、あ、そうかもって思うか、いや、俺関係ねえわとかね、私違うと思うみたいな。いろいろあると思うんですけど、で、その新聞にね、チェック項目が8項目あって、で、その8個のうちの5個に当てはまると、ネット依存の疑いがあるよっていう話らしいんで、ちょっと一緒にちょっとやっていこうかと思います。では早速ね、一個ずつ見ていきましょう。まずネットに夢中になってると感じているか。これ全体的にちょっと感覚なんでね、こうまあ、その人によってさ、基準が変わると思うんですよ。例えば、もう何時間やりますって数字で切ってくれた方がわかりやすいんですけど、自分例えば夢中になってるかって言うと夢中にはなってないかなと思う。うん。で、次、満足のため使用時間を長くしなければと感じているか。つまり、自分がこう満たされるためにもっともっと動画を見たいとかそういうことだよね、きっとね。いや、そんなことねえな。制限や中止を試みたがうまくいかないことがたびたびあったか。これは、特に自分のね、勉強動画を使ってくれてる子なんでよくわかると思うんですけど、まあ、休憩時間ね、10分だけ動画を見るって思ったら、10分だけって思ってんのに気づいたら1時間経ってるみたいな、そういうことですよ。短い時間で済ませようと、そういうふうに試みたんだけどうまくいかなかったみたいな、うん、ありますね。はい、チェック。で、使用時間を短くしようとして落ち込みやイライラを感じるか。まあ、これはね、ある方はあるんじゃないかな。自分は、そんなに別に短くできなかったことにはイライラするけどね。あ、そこも入るのかな？もっと見たいよ、みたいな。フィッシャーズもっと見たい、そういうことなのかな？わかんないけど。それはないけどな。まあ、曖昧だけどね。まあ、ちょっと入れないっす。チェックしない。次、使い始めに考えたより長時間続けているか。まあ、これも似てるよね。今からじゃ30分だけ YouTube 見ようって思ったら1時間経ってるよみたいな、そういうことでしょ。あるネットで人間関係を台無しにしたことがあるか。まあ、これトラブルですよね。まあ、LINE とか、まあ、Twitter とかも含めてインスタとかもあんのかな。インスタ俺やってないからわかんないんですけど、自分これはないですね、別にね。学生はありそう、結構。熱中しすぎを隠すため家族や学校の先生らに嘘をついたことがあるか。つまりこう、どれぐらい使ってんのかって言った時に、いや、1日10分しか見てないっすよとか、たまにしか見ないっすよ私はみたいなことでしょ。まあ、嘘をつく相手がいないからね、俺ね。うん、大丈夫かな。で、問題や絶望、不安などから逃げるためにネットを使うか。まあ、これもさ、でも落ち込んだ時はね、結構ツイッター見ちゃうんだよね、俺ね。そう、落ち込んだ時は、まあね、立場上、まあ結構リプをいただけるからさ、フォロワーも今2万5千人ぐらいいるのかな、いるから、いただけるから、そこに逃げることはあるから、これチェックか。でも3項目だね。だからこの項目で言うと多分自分はその一応疑いはないんですけど、で、確かに3問か4問当てはまるとネット使用に問題がないとは言えないっていう、ね、だから予備軍みたいな感じです。まあ自分予備軍ですね。でも正直言うと自分は、自覚があるネット依存だと思ってます。基本的に。自分は自覚がある結構。うん。で、今回新聞読んでて、大体こうね、その中高生の各学年の8割ぐらい、つまり 80% ぐらいが、動画サイト。まあ、ほぼ YouTube かなとは思うんですけど、が、まあ、多いと。で、あとは、男子、男の子だとオンラインゲーム。ゲームが多くって、まあ、女の子だと SNS。まあ、インスタとかなのかなとか、Twitter なのかなわかんないけど。が多いと。使っててね。で、使いすぎによる問題に何が起こるかっていうと、一番は成績低下。らしいです。これ、高校2年生で 53%。これ、すごいよね。これ、どう測ったのかな多分、自己申告だと思うんだけど。あと、居眠り。で、遅刻。で、友人とのトラブルと。まあ、この辺らしいんですね。で、まあ、自分が思うには、これ、まあ、ネット依存とスマホ依存がちょっとこう、分けるのは難しいんで、ちょっとこう、含めて話してしまいますけど、正直、例えば、今、みんながスマホを持ってる方多いと思うんですね。これはスマホで見てる方も多いと思うんで、今、例えばさ、一日、丸一日スマホ完全に手元からなくされるってなった時、多分、そわそわする方いると思うんですよ。自分は多分結構そわそわしちゃうタイプなんですけど、で、その辺で依存してるなって感じるの、俺はね、自分が。スマホに関してね。そう。で、正直、これだけもうネット社会になっちゃって、で、自分なんかはさ、もう33で、生まれた時にはネットがないわけよ。で、育っていく中の途中で、インターネットができて、スマホが出てきてとか、まあ、元々携帯ね、から始まってるけど、スマホが出てきてっていう人だから、こう、変化の中にいたの。
ちょうど。だから、ない時期も知ってるわけよ。でも、みんなっていうのはさ、もう生まれた時からもう身の回りにネットがあったわけよね。基本的には。そう。っていう中だから、まあ、言い方が悪いよ。まあ、ちょっと悪いけど、でも、このネット依存っていうか、ネットがさ、日常生活とか生活の中に入っていくのはもう当然だと思うわけよ。そう。で、依存って言われちゃうと、言い方が悪いけど、これだと。そう。だから、別にそこに悪いとは思わないんだけど、使い方の問題でしょ？言ってしまえば。だから、まあ、一人一人、例えばさ、ネット問題はたくさんあるし、例えば、そのトラブルとかさ、自分とかでもな悪口とかたくさん言われるわけじゃん。わー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 言われて。で、それが日常生活みんなの中にもきっとあるしさ、クラスの誰かにさ、こうなんかわかんないけど、どっかグループとかなんか、名指しで悪口言われるとかね、わかんないけど。そういうのあるわけで、でも、そういう風にさ、こう悪い使い方をしてくる人間もいるわけよ。で、自分はよく言うんですけど、SNS、まあ、自分はツイッターを例えに出すと、ツイッターがね、さっきみたいに、まあ、逃げ道として使う時もあるわけ。まあ、リップとかだったらさ、でも、その、ツイッターっていう場所、まあ、SNS って場所はオアシスじゃないんですよ。癒しがある場所じゃなくって、基本的には地雷原だと思ってるわけ。地雷がいっぱい落ちてる。ほとんど、その、歩いて、ツイッターにその、入っていってしまうと、地雷を踏んで嫌なものにするみたいな、ことのが多い。その地雷がいっぱいある中で、ちょっとオアシスがあるよね、みたいな、感じだと思ってるんです、イメージは。SNS っていうのはね。だから、そういったところもやっぱ自覚して、みんなそれぞれ、個々の一人一人がね、そういうことを自覚していって、で、使っていくことが大事なのかなっていう。そう。なんか、読んでるとね、こう、ネットから切り離さなきゃダメでしょ、みたいなのをちょっと感じるんですよ。インターネットとかもちょっと調べたんですけど、またネットだけどね。そう、いろいろ調べて、いろんな人の意見を聞いてると、いや、まあ、それは違うんじゃないかなと思うわけ。で、まあ、YouTube にしても、例えば、自分の勉強動画だったらさ、まあ、自分だからいいって言い方もちょっとね、尺かもしんないけど、でも勉強に使ってるんだったらいいじゃん、別に。それは。そう。それを、別にさ、エンタメをさ、見てることが悪いとは思わないし、自分見るわけだから。悪いとは思わないけど、でも、じゃあエンタメをずっと3時間、4時間ずっと見てるってのはちょっと待ってよってなるよ、と思うのね。だからそれはさっきのさ、時間を減らせるかどうかとかの問題にもなってくると思うんだけど、一人一人のみんながさ、使い方をこう、まあ、考えてというか、そういう風に意識して、一人一人が意識を持ってやっていくことで、別にそれが、まあ、ネット依存って言われてしまうのか、うまく使えてるねっていう解釈をされるのかの違いなのかなと思うので、まあ、今回ね、まあ、途中にその項目で出してみたんで、まあ、こう、5項目以上言ってっからやべえな自分って思ってほしいわけじゃなくて、でも、そのチェック項目見たときに、それに当てはまってて、じゃあ、その部分をちょっと改善していけないかな、みたいな、そういう考えるきっかけに、ね、なったら嬉しいなと思って撮らせていただきました。まあ、自分もね、投稿してる身なんで、なんとも言えないところもあるんですけど、まあ、ひとまずね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。